サブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。実銃で怪我をした経験はということで、先日スライドバイトについてね、あのスライドを自動拳銃っていいですよね。あのね、スライドの動くオートマチックの拳銃、まあ、例えばガバとか、まあ、そういうやつで撃ったら、スライドをね、スライドが動くことによって指、まあ、大体指の股ぐらいですよね、まあ、ここら辺を傷つけることがあるよっていう話で、まあ、私はなったことは一度もないですね。ただエアガンじゃなくて実銃でね、怪我をしたことあります。っていうのは、どうしてもね、私が撃ってたほぼ大半の弾っていうのは金属の的に向かって撃ってたんですよね。で、まあそこで、まあ大体の弾っていうのはこう、なんですかね、先端が潰れて、その潰れた破片がこう、その鉄板にのベチャってこう潰れる形で、この平面に沿ってこう四方に散っていくんですよ。なんで下とか見るとね、ちょっと多少削れたりとかしてたりとかして、それでよく見ると、まあ、そこに破片がある。で、弾丸の一部はそこからポトッと落ちるとか、落ちてたの全部潰れてなくなるのかな、ほぼなくなるのかもしれない。超スピードカメラで撮ってみたいですね。で、私の使ってた弾は大体はジャケットって言って、ホローポイントかな、まあ鉛の、周りに銅のコーティングでいいのかな、カッパーがされているやつで、鉛だけのね、単純な弾もあるけど、そうすると、まあ、私の少ない知識だと、パワーがちょっと弱くなるのかな、食いつきがね、やっぱり鉛の方が柔らかいから、ライフリングの食いつきが良くないから、ちょっとパワーが落ちるとか、その分反動がマイルドになったり、そして鉛が溶けるので、ちょっと何でしたかね、鉛が溶けるからかな、とりあえずすごい煙が出るんですよね。でもジャケットになるとあまり煙出なかった感じがしますね。で、話がそれましたけど、そのジャケットの破片っていうのがね、飛んでくることがあったんですよね。それ鉄板で言われてたのが、長く打ってくるか、なんかすごい強い球を打っちゃったりすると、表面がこうへこん、こうクレーター状にこうえぐれることがあるんですね、丸く。そうなるとそこに球が行っちゃうと、こうくるっと回ってくるので、まあ、それは打っちゃいけないっていうか、そういうのを見つけたらそれは使わないようにっていう話を聞いたんですけど、その関係上が、まあ、とはいえ多少はちょっとデコボコするわけで、そうやってるうちに、破片の一部がね、飛んできて指に当たったことがあります。ただもうそれってどれぐらい撃ったんだろう、実銃撃ったのは、まあ、少なくとも20万とか30万発は撃ってると思うんですよ。ワンシーズンに3万ぐらい撃ってて、10年以上やってたんで、なんで正確な数は分からないんですけど、まあ、それぐらい打ってて1、2回ぐらいですね。なので怪我らしい怪我っていうのはそれぐらいで、目はね、もちろんアイウェアがあるので保護してるし、顔に当たったことはない。だから正確になんかこう戻ってきたのが、打ってる最中になんか傷がついたんで、その破片の一部が正確に戻ってきたんでしょうね。まあ、それ以外はなんか長打でチーンっていうのをねまあどっからどうあれかもしれないけど、まあ、ちょっと離れたところで聞いたぐらいで、まあ、幸いなことにね、特に怪我らしい怪我はそれぐらいじゃなかったですかね。あと、まあ、あったのが、怪我っていうことはないけど、やっぱり薬莢ってめっちゃ熱いじゃん、熱いんですよね。なんでそれがポロッと指とか来たらちょっとジュっていうかね、まあ、怪我らしい怪我ではないけど、まあ、そういうのがめっちゃ熱かったかなっていうくらいですかね。はい、まあ、ありがたいことにね、大した怪我もせず、そういう練習とか競技ができてよかったかなと思いますね。というわけで、スライドバイトでは私自身は一回も怪我したことないですね。あまりそういう怪我しやすいような銃をほとんど撃ってないので、ビーバーテールって言って、だいたい私が使っている競技用の早撃ちの銃はもうここら辺がこうハイグリップしやすいようにかなり保護されているので、まあ、そういうのはなりづらいっていうのもあったと思うんですけど、私自身は大丈夫でしたよっていう話でした。はい、というわけで、まあ、久しぶりに、まあ、この前話したんでね、はい、ついでに実銃の話もしてみました。ご視聴ありがとうございました。